メビウスの帯、メビウスの帯、モエビウスの帯、の帯、モービウスストリップ、モービウスバンド、または、メビウスのは、モエビウスのは、のは、モービウスループは、体上の長方形の片方の端を180度ひねり、他方の端に貼り合わせた形状の図形、曲面である。メービウスの帯とも言う。数学的には向き付け不可能性という特徴を持ち、その形状が、科学や、 工学などに応用されているほか、芸術や文学において題材として取り上げられることもある。メビウスの帯の名前は1790年生まれのドイツの数学者、アウグスト・フェルディナント・メビウスの名に由来する。彼は多面体の幾何学に関するパリのアカデミーの検証問題に取り組む過程で、メビウスの帯の概念に到達し、1865年に、 ラ面体の体積の決定についてという論文の中で発表した。実際にメビウスの帯を発見したのは1858年のこととされ、未発表のノートにメビウスの帯のことが書かれている。同じ1858年には同じくドイツのフランクフルトの数学者も別個にメビウスの帯を発見してノートに記しており、論文としての発表はメビウスより4年早い。 二人の数学者が同時期に別個に同様の概念に到達したことは、カールフリードリ・ヒガウスの影響による可能性もある。メビウスの研究は、メビウスの帯という局面を発見しただけでなく、それが持つ向き付け、不可能性という性質、口実を帯をいくつかの三角形に分割して、各三角形に向きをつけたとき、全体が同調するようにはできないという形で、 厳密に定義したという点に意義がある。数学的には、メビウスの帯は連結、コンパクトで向き付け不可能な種数1、境界性分数1の二次元体様体局面であると言える。向き付け、不可能とは、表と裏の区別をつけることができないという子である、単側性とも言う。例えば、メビウスの帯のある部分に、裏側にもインクが滲むように、あるいは、 帯が透明な素材でできていると考えて、あという文字を書き、それを帯に沿って一周させて、元の位置に戻すと、文字が反転して共像になってしまう。一般に曲面が向き付け不可能であることは、その曲面にメビウスの帯が含まれていることと同値となる。メビウスの帯は、境界、金棒が、ユークリッド半辺面と、同小な点の集合のことで、帯の端の部分を持っているが、 その個数は一つであり、二つの境界成分を持つ、ひねりのない通常の帯、アニラスは異なる。メビウスの帯は三次元ユークリット空間 R に埋め込むことができ、媒介変数 R トンマイナス 1R10 トンパイを使えばと表示することができる。R イコール0と置いた時の平曲線は、メビウスの帯の中央を通る線でセンターラインと呼ばれる。 座標空間上では、在平面上の半径2の円となる。r イコールマイナス1、1の線が帯の両端にあたる。位相器科学的には、上のように倍回変数表示されたものと、同小な位相空間をすべて、メビウスの帯という。通常のメビウスの帯は、半回転のひねりを1回だけ入れたものを考えるが、1回に、 限らず奇数回の半ひねりを入れた帯は全て同章である。ただしひねりの回数が異なれば三次元空間での連続的な変形だけで移り合うことはない。半回転のひねりの入れ方にも時計回りと反時計回りがあるので回数が同じでも左手形と右手形の二つがあることになる。メビウスの帯は通常の帯とは同章にならない。メビウスの帯は 帯の幅を狭める写像を使えばそのセンターラインとホモトピー同値になる。ホモトピー同値であれば基本群が同型になるがセンターラインは前日のように演習になっているの。メビウスの帯の基本群は演習の基本群と同じ無限巡回群となる。よってメビウスの帯は単連結でない。またメビウスの帯は前日のように一つの境界成分を持っているが その境界成分に円盤を貼り合わせると、実写 A 平面、向き付け、不可能で、主数一境界成分数例の局面となる。逆に言えば、メビウスの帯は、実写 A 平面から開け円盤を取り除いて得られる、局面ということになる。そのためある局面と実写 A 平面の連結はを取る、ことを、メビウスの帯を貼り付けると表現する子がある。実際に、 メビウスの帯を作るときは長方形の短い単動詞を180度ひねって貼り合わせればよいが、これは数学的には2つの辺を同一視して得られる小空間を考えていることになる。長方形に対して三角形へ分割して全体が同調するように向きを与えると、向かい合う辺同士には逆の向きが導かれる長方形 ABCD の辺 AB について、 A から B への向きが導かれれば、変 CD に対しては C から D への向きが導かれる。そこで、片方の辺から、もう片方の辺への向きを保存する、同照写像を考え、それによって移り合う点を、同一視して得られる、小空間を考えると、これが、メビウスの帯になる、貼り合わせに使わなかった辺は、帯の境界となる。向きを逆にする。 同乗者像を使って同一子を行った場合は、向かい合う辺がそのまま張り合わされたことになるので、小空間はメビウスの帯ではない通常の帯になる。また、三次元ユークリッド空間内の円筒を考え、C 上の点等を同一子して得られる小空間を考えると、これもやはりメビウスの帯となる。実際にメビウスの帯を作って、ハサミで平行に切断すると、 以下のような性質を持っていることがわかる。直感に反したこれらの現象は子供向けの手品として演じられることもあり、マーティン・ガードナーはメビウスの帯がパーティー用の出し物として紹介されている。最初の文献は1881年にパリで発行されたガストン・ティサンディエルによる科学遊びについての本だと知いる。 1904年には、アフガンバンドという名前がついたが、その由来は不明である。帯の表面を普通の帯の2倍利用できるため、カセットテープ、エンドレステープ、プリンターのインクリボンなどに使用された。また、研磨や高温の物体の運搬に用いるコンベアのベルトを、メビウスの帯状にしておくと接触面が2倍になるので、消耗しにくくなり、長持ちするという利点があり。 1950年前後に、米国で特許が取得されている。1964年には、絶縁体をメビウスの帯状にして、金属箔で覆ったが発明され、1986年には、さらにそれを利用したメビウスコンデンサも特許が取られている。どちらも、自己インダクタンスのない抵抗、コンデンサとなる。有機化合物では、1985年、 コロラド大学のデイビッド・アルバラがメビウスの帯の構造を持つ分子の合成に成功した。ねじれた感情の π 共薬系は通常の方向属とは逆に 4n π 系が安定となる。これはメビウス方向属性と呼ばれ、計算科学による予想を経て21世紀初頭に実際に化合物が合成された。無機化合物では細長い帯のような結晶なら作れるが、 メビウスの帯のような、ねじれた結晶を作るのは無理だと考えられてきた。2002年、北海道大学工学部の丹田里志らがさん、セレンカニオブの結晶を変形させ、メビウスの帯状の結晶を作ることに成功した。メビウスの帯は、マウリッツ・エッシャー、アンノ・ミツマサ、タイガー・リッシャクなどが自身の作品中で、モチーフとして利用しており、帯をかたどった。 彫刻作品も数多く制作されている。また、循環や再生を想起させることから、数のように、リサイクルのシンボルマーク、ユニバーサルリサイクルシンボルとして採用されているほか、ブラジル、オランダ、ベルギーなどの国で切って描かれるなど、メビウスの帯をあしらったデザインは多い。メビウスの輪をそのまま、ダイスとした一面ダイスは、 一の目が出る確率が100%であり、実用性はない。文学作品において、メビウスの帯はしばしば無限の繰り返しを、比喩的に表すものとして用いられる。ただし、数学屋のジョン・フォーベルは、メビウスの帯の比喩的表現は、不適切な文脈でも、しばしばいられていると指摘している。前述のように、 メビウスの帯は一周して戻ってくると向きが逆転しているという性質を有していることから、ループ構造を持つプロット、ループものや登場人物が何らかの経験を経て、考えを改めて過去、あるいは元いた場所に戻る、際の比喩としてメビウスの帯が使われることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。